皆様いかがお過ごしでしょうか9月15日のリビングライフの時間です私はウェスレアン・ホールデネス教団の玉川キリスト中央教会の牧師の本間と申します今日は心が御言葉に向かうなら罪は遠ざかりますというタイトルで詩編119編33節から 四十節の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。四篇編百十九編三十三節から四十節。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。 私に悟りを与えてください。私はあなたの見教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから、私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。 虚しいものを見ないように私の目をそらせあなたの道に私を生かしてくださいあなたの言葉をあなたのしもべに果たしあなたを恐れるようにしてください私が恐れているそしりを取り去ってくださいあなたの裁きは優れて良いからですこの通り私は あなたの戒めをしたっています。どうかあなたの義によって、私を生かしてください。聖書を読み。そして。イエス様を信じていくという。私たちの信仰生活。また一般的に。キリスト教。というふうに。言われますけれども。そのキリストを見つめて。生きていく。生き方。が。 私たちの信仰生活だと思いますけれどもしかしその信仰の歩みにおいても私たちは自分自身を見てしまいがちではないでしょうか。自分自身の弱さとかもしくは問題の大きさとか神様を見上げてイエス様を見つめながらそのように思いますけれども。 しかし気が付いてみると案外自分やまた他のものに目を奪われてしまってそして神様をしっかりと見ることができない自分に気が付かされる時があります。心が御言葉に向かうと今日のタイトルに書いてありますけれども心が御言葉に向かうそれはまた私たちの心の目が イエス様に向かう全能の主に向かうということでありましょう。昨日も申し上げましたけれどもこの119編のすべての説に神様の御言葉を表す御言葉ということを言い換えるそういう表現が必ず出てきます。そそしてその多くには あなたのというです、ね、神様のというそういう言葉がつけられているんですね。今日も33節には「あなたのおきて」34節には「あなたのみ教しえ」このあとにも「あなたの仰せ」「あなたの聡し」と「あなたのあなたの」と神様の見言葉を求めていくわけですね。他でもない 主の御言葉を求めていく主が私に語ってくださるその御言葉を求めていくということであります私たちがそのように御言葉を求めまた聖書を読み神様の語りかけを聞こうとするその第一の目的はそれは私たちの目を神様ご自身イエス様に集中していくということです 情報社会ということが言われて久しいですそして私たちは常に24時間ほとんど非常に多くの処理しきれれないいいくくらい多くの情報にさ,らされていますそしてそれに気づいていたり気づいていなかったりする中でたくさんの影響を受けているわけですねそういう中でいかがでしょうかあなたの掟の道を 私に教えてくださいそのように神様に集中して心を向けていくということの大切さが改めてここを読んでいるときに浮き上がってくるのであります三十七節にはこう書かれてあります虚しいものを見ないように私の目をそらせあなたの道に私を生かしてください ここにも神様に心の目をしっかりと向けたいイエス様に集中していきたいそういう願いが言い表されています。そしてその虚なしいものの方が大事に思えてくることもありますし虚なしいものを追い求めて 一日を過ごしてしてままうこともありますだからこそ私たちは祈りながら「神様どうぞこの世の虚しいものを見ないように私の目をそらせ神様が示してくださるその御言葉とその道に私の思いと歩みがきちんと向かうようにしてください」。そのような祈りをこの詩篇の作者と同じように 合わせたいのであります三十八節にはこのように書かれてありますあなたの言葉をあなたの下べに果たしあなたを恐れるようにしてくださいここを読んでいてあなたを恐れるようにしてくださいという言葉がまた強く印象に残っています私たちは 虚しいものそして神の言葉ではないさまざまな情報そういったものにさらされる一方で私たちの行動の多くがある意味では恐れというものによって支配されているのではないかなということも思うんですね人の目を気にすることも一つの恐れであると思いますそうやってさまざまに恐れる 重いから私たちの生活のすべてが影響を受けているしかしここで言われているのはあなたを恐れるようにしてくださいと他の恐れから解放しそして神様だけを恐れるものにしてください神様がどのように思われるのか神様が喜ばれるのかそのような神様の御心をもっと 気にすることが私自身の生活の第一の原理となっていくようにそのことをまたここで示されるわけです先日礼拝の中でマタイによる福音書からのメッセージをしました。そのの中で父親が自分の 息子のの病気を癒ししていいたたたただくためににイエス様の元に来たと来う記事がありました最初はイエス様のいないところで弟子たちのところに連れていきましたけれども弟子たたちは癒すことがでできませんでしたそこでイエス様は「その子を私のもとに連れてきなさい」というふうに言うわけですねそしてイエス様はその子を癒されましたそこで学んだのは「私たちの問題を持っていくのはイエス様なんだ」ということです 礼拝のそのメッセージののでお祈りが捧げられましたその礼拝の回収の中から一人の方がお祈りをしたわけですねその方はお祈りの中でいつも問題にばかり目が行きがちですけれどもしかしその問題の先におられるあなたにもっと目をそうことができるようにと祈られました私たちも心をみことばに向けそして信仰の目を全能の 神様に向けて歩んでいこうではありませんか40節の御言葉をお読みしますこの通り私はあなたの戒めを慕っていますどうか あなたの義によって私を生かしてください。御言葉を慕うという祈りですね。強く求めそして、御言葉が語られた時の本当に喜びによって生きていくそのことによって私を生かしてくださいと。人はパンだけで生きるのでなく。 神のの口から出るる一つ一つの言葉によって生きると聖書は言っていますけれども本当に私たちが神の言葉によって生かされるそのことを日々実感しながら歩むならばさらに私たちの歩みというものが本当に神様に向けて方向づけられたものになっていくことでありましょう。お祈りを捧げます。 愛する天のお父様日々命の糧である御言葉を私たちに与えその御言葉によってふさわしい導きを示しまた私たちを日々新たに生かしてあなたのしもべとして導いていてくださることを感謝します。詩編で言われているように あなたの御言葉をしたい求めます。あなたの御言葉が語られることを大きな喜びとして明かししてまいります。この119編の信仰の現実が私たちのまた日々でありますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。